何？に困ってんだよな。すみません、勘弁してください。おいおい、そんな冷たいこと言うなよ。おい、何？
何？
ちょっと下がろう。金持ってねえか。よっ、え、最近が始まりの。黙って金出せ。邪魔だ。何？何？
いらっしゃいませ。おい。うん。何？ああ、ねえお兄さん。
いらっしゃいませ。クールに決めてやるぜ。ちょっとお前、今何してんの？待てよ。やだ部長。おお、その目つきが気に食わねえ。後悔する。
そこは適当に合わせといてさ。殴らせてもらう。
全部俺のせいです。すいません。今日くらい嫌なこと忘れてパーッと飲みてえよな。あんたらに話聞かせてもらいたいんだが、今構わないか？お？ああ、別にいいけど。ああ、いや、ダメだ。何？そうだな、酒でも入れりゃ滑らかに喋る。あんた、話聞きてえってんなら、ちっとばかし酒を都合してきてくんねえかな。ああ、そいつあり。ずいぶん流暢に喋ってるように聞こえるが。ラーメンラーメン、レンネラーメン。ち、わかった。ただその前に、一つだけ聞かせてくれ。あんたらの なるほど、飲ませがいがありそうだな。酒なそれ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
おお。居酒屋どうです？一杯飲んでから帰りたいですよね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ちょっと遊んでから帰りたいですよね。おい、そこのお前、ほら、飲んでる。聞こえねえのかよ。そう、ふざけんなよ。無駄な体力使った。あ
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。おい。え？
おお。これで話を大丈夫大丈夫だ。立花不動産、ああさっきも一件終わってさのそのバイト、あそうだ今だ俺たちは立ち、なるほどな。もう一つ聞かせてくれ、立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか。ああそれならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか。多分ね。ただあそこは立花不動産だけじゃなくて東上界の連中も狙っているから、あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。
何？Oi. Now. Oh. Hey,
杯。おい、
bye. Oh, bye. そうだな。そうですね。Okay. そうですね。ああ。サムライ。
いらっしゃいませ。ほほー、ありがとうございます。
さあ。何？おい、待てよ。再利用して消えろよ。やんのか。
腹が減ってたんです。あ、すいません。おい、タジ、あん、イエス、よ、あの連中のことを知りたい。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。俺ら、俺は。どうも。なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。前、俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザが、あん、あ、キリュウだ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。社長、うちのことを深く。そうか。もう、そういう、ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針、この辺、俺たち、さ、白浴びる、さも因果応報ってやつだよ。ま、それおで、ああ、気に食わねえな。後悔する。
緒に遊ばねえか。ちょっとぐらい付き合えよ。その目つきが気に食わねえ。やんのか。許してくれ。いらっしゃいませ。
俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で何うちの俺て俺はここんとこどこ行っても歓迎だが、だからどげか。お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど。あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。神室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。Yeah!
嘘だろこの俺にこんな若造が怠慢で勝つかよオーダー納得しましたか小田さん。ええ俺の、負けですよ社長。どうなってる、あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか。ええ、織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかい。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた。その理由は何なんだ。いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか。カムロ町さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、キリュウさん、この町は道島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ。東城会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東城会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体。キリュウさんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の あなたは堂島組の若頭補佐久世さんか。風間さんが。あんたが。我々は殻の一粒をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば。ですが、それを承知で、私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所。まさか風間さん、風間さん、そしてあの人、
ですら。なん。ゴリ。立場。風間さんがおっしゃるには、これがその証拠になると。おやさん、あなたに、俺にはまだ、だが、あの日、ではこれからどうぞよろしくお願いします。すごいね。東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何はナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんてタコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。そないなことありまへんって。もう先生何べん言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろ。まあましてやこの手の店なんてもう、あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですってほんまに。物騒な店も確かにありますけどこの店に限っては絶対安心、折り紙付きです。あれは確かにヤーさんやけどこの店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにして、ささまずは座って一杯やりましょうね。えほらさあ。でもね、
今晩は失礼します。失礼します。いや、こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思うた。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや、今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと私の面目丸つぶれ。頼むで。なんや、責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。ほう、シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパン言っときましょうか。おいおい、大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも一本でええんですか。え、せやね、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな4本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、4本いっとれ。さすが男前、お願いします。うわすごい。うまいな、もう一杯や。社長さんすごい。にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったんはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わってそこから急に。ふん、支配人くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分なやり手みたいだね。そう、うちの支配人夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろね。お前もまんざらやないんやろ、ね、なわけあるか。もうすっごい。ほらここやここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。かわいやっちゃな。お客は大概にせんと。大概にせんかったら何やってんのこれ。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ脱がすね、このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。彼ってあの男か。
ありゃただのケツ持ちだろ。お客様。ん？本日はお越しいただきありがとうございます。え、何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。え、せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと？え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんともいい。どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎、ええどけおや。てっ、うっ、お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、いっちょ景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様ですから。へっ、まだそんなこと抜かすかい。なめおってさあ、ショータイムや。なんなんやお前は。
らくせえ。この危ない。なめんなよ。危険ですのでこちらはお預かりいたします。ありがとうございます、支配人。なぜこの野郎、警察に突き出してやる。さばけよ。お静かに。こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですがどうかそれはご容赦願えませんでしょうか。なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されればこれまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に？はい、夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億をくだらないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。全てはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。
支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどうや？落ち着いたか？はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか。あいつら怪我は？いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父も。はい。なら名刺。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。おお、何やねん。せん、また私からも。わーった。すみ